親愛なる皆さん、進化の過程が多くの人に与える影響とは、過去の選択や決断について改めて考える機会です。多くの場合、この過程を通じて人々は自分自身の過去の選択が賢明でなかった、または他人を傷つけるものだった、あるいは自己中心的だったと気づきます。こうした気づきは後悔や恥につながりますが、新しいより高い意識状態から過去を振り返ると、以前とは違った視点で自分自身の過去の行動を評価することができるのです。このような体験は、皆さんが意識の状態から成長や進化の過程でよく見られる現象です。もし過去を振り返って何らかの形で恥や自己嫌悪を感じることがあれば、そのような感情を深く抱え込む必要はありません。なぜなら、その時点でのあなたは、その時点で手に入れていた最も高い意識状態に基づいて行動していたからです。過去の行動は単にその当時のあなたの意識状態を反映しているに過ぎないのです。それは過去の過ちに対する謝罪が不要であると主張しているわけではありません。しかし、重要なのは自分が一度成長し進化した現在の意識状態に対して、過去のもはや存在しない意識状態に固執しないことです。要するに、過去に何があったかではなく、現在と未来に何をもたらすことができるかに焦点を合わせるべきです。皆さんは無数の前世と数多くの役割を通じて意識的な一体性への道を歩んできました。男性、女性、戦士、農夫、奴隷、王または女王といった多様な人生を体験し、貧富や健康状態、知恵や愚行まで、それぞれの時代と文化での異なる状況下で自分自身を表現してきました。過去の人生を探求することは、あまりにも簡単に自己中心的な趣味に陥る可能性があります。ただし、過去の経験が現在の成長や進化に役立つ場合、それは夢、記憶、霊的なメッセージ、あるいは未習得のスキルや才能といった形で自然に現れるでしょう。この現象は、振動が持つ特異な能力の背後にある真実でもあります。多くの人々が現在、物理的、感情的、精神的な問題に直面しているため、癒しの側面について考察することが重要です。クリアリング、浄化のエネルギーは、しばしば何らかの形で再体験されます。特に過去に傷ついた、または問題を抱えていた部分に対して、このエネルギーは流れやすく、その結果古いエネルギーが解放されることがあります。例えば、何世代にもわたって結核で亡くなった家系がいる場合、その後代々にわたって肺に関連する医療問題が頻繁に現れるかもしれません。これは古いエネルギーがその特定の部位を通って解放される過程であると考えられます。神聖な意識は唯一の実在であり、その自然な表現は全知、全能、全在であるため、何か外部的なものがそれに影響を与えることはありません。もし病気や苦しみが神聖な意識の一部として存在するなら、それらは神の普遍の法則によって永遠に固定されることになります。しかし、このような不和の存在は多くの場合、分離感や二元的な信念、あるいは物質界における様々な力が絡み合って生じるものです。このような信念は、私たちが真の自己や工事の自我から隔たっているという誤解を強化しています。この物質界の固有の信念体系は、三次元のリアリティで非常に強力な影響力を持っているため、多くの人々はそのような不和が実際に存在すると信じています。しかし、精神的な認識が進化するにつれて、私たちは理解を深め、神聖な意識がその本質で完全であること、そして多くの人が現実だと思い込んでいる不和は、実は神聖な意識とは無関係なものであると気づき始めます。一般的に、どうして神はこれを許すのかと問われることがよくありますが、実際のところ神は夢の中にいないですし、
夢も神の中には存在しないのです。この認識が深まることで、不和や分離感に対する新しい視点が開かれるでしょう。神の存在に対して何らかの変化を願うことは、そのような変化が神の認識に存在しない場合、実質的に無駄であり、さらには分離という概念を強化する可能性があります。確かに奇跡は起こりますが、それは一般に人間の願いや嘆願よりも、その人の精神的な契約や工事の認識と関連しています。健康に関する選択をする際には、その選択が三次元の現象として病気というものに対するものであるという認識を持つことが重要です。これは神聖な意識がその全能性、全知性を調和、愛、完全性、全体性、豊かさ、知性といった形でしか表現しないからです。この点を明確にするために、私たちが物理的、感情的、精神的な苦痛を経験している人々を軽視しているわけではないことを強調したいと思います。高次元のガイドや高い共振を持つ存在は、地球上で苦しんでいる全ての人々に対して常に支援と慰めを提供しています。特にその人が生命の最後の段階に近づいている場合、その支援はさらに強化されます。永続的な治癒が可能となるのは、病気や苦痛が個々の意識の中で現実として持続されなくなった時です。なぜなら、意識はいつも自らをその瞬間の状態で表現するからです。この理解を深めることで、私たちはより健全な選択をする力を得ることができるでしょう。たとえ精神的な認識が高まって病気の非現実性を理解している人であっても、地球上での生活には多かれ少なかれ健康に関する課題が伴います。多くの人々が分離という概念を形成する集合意識の中で生きているため、皆さんも何らかの健康問題を体験する可能性があります。病気に対する完全な認識を持つ人は少なく、それゆえに多くの人が少なからずこれらの課題を体験します。何らかの物理的、感情的、あるいは精神的な困難に遭遇した時、またはそうした状況が発生した場合には、最初にその背後にある真実を理解しましょう。そして次に、自分の直感に導かれて行動を起こしてください。各種の支援があらゆる意識レベルで可能ですが、その際には直感的なガイダンスを許可してください。健康問題に過度の焦点を当てることは、実際にはその問題にさらなる力を与えてしまう可能性があります。なぜなら、問題が大きく感じられるのは、あなた自身がその問題に力を与えているからです。現在多くの人が経験している問題は、実は時間が経つにつれて解消されるクリアリングの過程である可能性が高いです。特に肉体の死は、しばしば魂の選択として行われます。この選択は常に意識的なものではなく、より深い無意識のレベルで起こる場合もあります。多くの人々は地球にできる限りとどまるべきだという信念を持っていますが、もし誰かが去ることを選んだのであれば、その人は去ります。これは特に死産や子供の死に関して、進化的な成長を促す事前に計画された経験であることがよくあります。イエス・キリストのような工事の意識を持つ存在は、病気や分離といった信念を持っていなかったため、人々がそのような意識に接触すると、その病気や苦しみは解消されることがよくありました。これはそのような状態を維持するエネルギーが存在しなくなるためです。あなた自身も神聖な意識の一部であり、何をその意識に取り込むかは自由意志による選択です。もし他人を助けたいと思うなら、それはその人たちを修正するためではありません。それはあなたの意識とその人たち、そして宇宙全体との一体性を確認し、その神聖を認めるためです。この一体性が存在するのは、真に一つであるからです。皆さんが目の前に見ているものがどれだけ暗く重いものであっても、その背後にある全ての人々の内在する光を観察し、
尊重してください。これこそが皆さんの使命であり、地球に存在する理由です。何かを修正したり変更したり癒したりするためではありません。なぜなら本質的に修正するべきものは何もないからです。すべては神の中にあり、神はすべてなのです。私たちはアルクトゥルスグループとしてこのメッセージを皆さんにお伝えします。Thank you.